はい。それでは続いて、免状制度について見ていきます。これは皆さんが実際に試験合格後に関連する手続きでもありますが、試験対策的にも重要な分野になります。こちら、免状に関する各種手続き、星5つということで非常に重要になります。大きくは、交付、それから書き換え、再交付、3つの手続きがあります。 で、先ほど、試験に合格をして、知事に対して免状を申請するんだということですので、申請先はいずれも知事になります。ここのところは、市長村長という引っ掛けが出てきますので、まずは免状関係はすべて知事が対象になってくるというところを確認してください。さらに、ポイントとなるのは、 最高付の申請時期というところです。こちら、いつでもと書いてありますが、注意点は下のところをご確認ください。今ご覧いただいた通り、最高付の場合は特に申請時期に関する制限はありません。こちらのいつでもというところです。しかし、防失した、どこかになくなってしまった免状を発見した場合は、 受験した免除つまり古い方の免状を10日以内に再交付を受けた知事に提出しなければなりません。こちらが再交付に関する手続きになっています。続いて免状の返納というところをご覧ください。一旦受けた免状については、場合によっては返さないといけない場面が出てきます。どんな場面かというと、それがこちらの自由というところです。 危険物取扱者が消防法の規定に違反しているとき、免状を交付した知事は、その返納を命じることができます。また、返納を命じられた場合の効果ですね。免状返納命令を受けた者は、直ちに危険物取扱者資格を失います。どういった場合に免状を返納される恐れがあるのかですね。この法令違反。 さらに、この命令を受けた場合の資格喪失という効果ですね。この関係性を押さえておいてください。続いて、19ページ、免状の不交付というところを見ていきます。免状を申請すれば、必ずしも交付を受けられるものではありません。以下の2つの場合は、たとえ試験合格者であっても、知事は免状の交付を行わないことができます。先ほども、 どのように試験で問われるかという視点をですね、皆さんにお話をしたと思いますが、ここも空欄補充形式で出題されます。しっかりと赤色で書かれた文字の部分ですね、キーワードになりますので、しっかりと押さえていくようにしてください。ここでは、免状不交付については、二つの自由があります。一つ目は、知事の免状返納命令から1年を経過しないもの。二つ目は、消防法。 または、その命令を含むの規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたもので、その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から2年を経過しないものになります。ということで、免除制度について見てきましたが、皆さんが実際に試験に受かられた後ですね、この免除に関する手続き、もろもろ関係していきますので、まあ、今の段階ではですね、なかなかイメージしづらいかなと思いますが、 しっかりと交付の場合、書き換えの場合、サイン交付の場合、3つの手続き、しっかりと区分できるようにしてください。このテーマについては以上となります。